はい、こんにちは。それじゃあやっていきましょう。雑推理ビターハー。急に英語だな。なんだなんだここ。失礼します。誰このアルチュー。ローズさんですね。私立探偵の、なんか言ってたな。なんだっけ、なんか言ってたな。忘れちゃったよ、もう。気難しそうな人だな。何の用ですか？めっちゃ日本語上手じゃん。キーボードで入力してるぞ。あ、日本語わかるんですね。筆談ですか？あまりわかりません。何の用がありますか？いや、何の用がありますかって言ってる外人はさ、絶対日本語わかってんだよ。そんな変な言い方しねえんだわ。助けを必要してますか？こういう片言っぽいカタカナ使えばいいんでしょって思ってるんでしょ。無理しなくていいよ。なんか親切な人らしいけど、マジでアルチューじゃないの？顔アルチューだけど。あんま人を見た目で判断するのよくないな。その以前ジニーという擬人秘書ソフトをお持ちでしたよね。大丈夫？あなたはそれを当時部下だった日本人探偵にお譲りになった。その日本人探偵が私の叔父なんです。あ、そうなんだ。叔父さんなの？なんかこの人ローズさんはさ、まあ年取ってるけどおじいちゃんではないじゃん。なんかこの主人公と同い年っぽいけど、この主人公もしかして結構若いのかな。おっちゃんに見えるけど。おじは4年前に亡くなりました。私はおじの事務所を引き継ぎまして、現在ジニーは私の秘書なのです。これワンの話かな。でもワンしなくても楽しめるって書いてたから、そんなことないよな、きっと。ここで初出の情報でしょう。困ったな、通じてるんだろうか。検索。マジか。追いかけてきたのか。ありがたいのか、邪魔なのか。急にどうした。一応してくれ。とっても可愛い子猫ちゃんって言ってるにゃ。そっか。マイネームイズ検索にゃ。これからの会話を翻訳してやるにゃ。めちゃめちゃ日本語じゃん。よろしくね。よろしくねなんだ。よろしくにゃとかじゃないんだ。こちらこそよろしくにゃ検索君。めっちゃ日本語。やれやれ、検索のおかげでなんとか会話が進みそうだ。探偵君もよろしくにゃ。良いフェイクマンを持ってるにゃ。あ、そっか、検索が翻訳してるからにゃって言ってるんだ。あ、どうも突然失礼しまして。おい検索、ローズさんの会話の語尾ににゃをつけて訳すのやめろ。フェイクマンって擬人のことですよね。そうなのにゃ。おい検索、いい加減にしろよ。Sorry, ごめんなさいね。I said yes, にゃ。もう余計なことしなくていいんで。ちょっと真似してみました。事件とかねえの、今回。この猫フェイクマンがにゃを語尾につけてるのはなぜなのですか？キャラ付けだよ、お前。言わせんな、こんなこと。なぜって言われてもにゃ。キャラ付けだよ。ポン太郎さんもキャラ付けしろって言うなら語尾にポンって言うんだよ、きっと。キャラを立てるためとでも言うか、ポンって。キャラを立てるって。あ、もういいよ、その辺めんどくせえから。いい。キャラってのはキャラクターの略で。なぜ略すのですか。英語ではそんなカットしないです。ど
うしてスタンドするのですか。うるせえ、お前らうるせえな。英語だって単色するでしょ、ねえ。ジジイとかあるじゃん。どこから何をどうやって説明したらいいのやら。そんなにを聞きに来たのここに。まずさ、失礼、ソーリー、私本当は知ってます。ジャパンのアニメ好きですから。おい、いい加減にしんと暴言出るぞお前。俺はお前ふざけんなよ。いいのよこの5分間全部無駄。ソーリー受けモンスター、略してソレモンの鼻にコマをつけた猫が。ニャースじゃねえかお前。アンパンマンのフォントだしさ。見ました。お前、怒られろ。いろいろ怒られろ、お前。無駄だな、この時間。まあまあ、検索。ローズさんは僕を試したんだよ。え？何を試したというのにゃ？え？擬人か人間か本物か、まぬけど、いや、ん？本物かどうか、いや、まぬけどか？あ、もう始まってる、これもしかして推理が。ゴミみたいな推理、ゴミみたいとか言ってたんだね。推理始まってる、もしかしてこれ。何かどうか。演技力を試した。なんで？だって擬人か人間かなんてさ、試す必要ないもんな。擬人ってこのなんかパソコン画面みたいなところしか出れんもんな。で、本物かどうかっつうのもよくわからんしな。証拠になってないから演技力かな。そんなの試しても意味ないにゃ。は？やべ。本物かどうか。そうですね。そうなんだ。私の理不尽な質問に最後まで投げ出さずに親切にお答えなさろうとした。現在のジニーの所有者の偽物であれば、ここまで我慢できずにもっと投げやりな対応だったろうね。どうだろう。どうだろうね。それはどうかな。微妙じゃねえその辺。それに検索が僕をボスと認めてます。あなたは検索をすでに知っていたでしょ。あ、なぜそう思う。僕は以前検索にここを調べさせました。その時こいつがあなたにちょっかいを出さないはずがないのです。そういう性格のやつなんでね。じゃあ試した無駄じゃない？なるほどな、確かにそうだ。しかし検索、お前こんな演技できるのか？初対面の振りなんかして。少なくともオイラ嘘はついていないにゃ。あ、そう。もしかしてこいつ本当に自然にやってるのかもな。もう少し試させてもらおうか。おお、事件か？派遣者は近所の家の奥さんだ。流れが唐突だけど、まあ許してやろう。なんだ？お殺人事件か？多分殺人事件でしょ。なぜわかる？警察でも最初は老人の心不全による死だと見ていたのだが。まあコーラの缶が2つあるから他に誰かいたんじゃない？で、誰かいたのに通報しなかったからとかじゃない？勘なんですけどね。殺人事件は苦手なんだけど、うちの事務所ではめったに殺人事件に関わらないからな。念のためちょっと写真を確認させてもらいます。お前、事件解くか。まあコーラの缶が2つあると。コーラじゃないんだ、ビール。検索、拡大するんだ。拡大にゃー。蓋が開いている。手がつけられていない。で、ポイント変更。植木鉢。ゴミ箱。引き出し。ルアー。検索？あ、くだい。投げやな、投げやりだな、なんか。こりゃ高級品だな、そうなんだ。そいでもってこの人は特に何もないか。じゃあこのカバンか。釣りに行ってたとか。あと、ここになんか発信があるな。検索、
拡大してくれ。もう最初から拡大すればよかったかな。この皮膚の症状は、まあこんなもんか。とりあえず推理するか。あ、あれ、あ、あと一個あったか。じゃあ、え、こっちも、こっちは違うな、一緒か。机とか、ん、棚はルア、おじさん、手当たりが良さそうな人相だが、拡大だ、最初から拡大すればいいのに。あ、なんかあるね。めっちゃこっち見てる。怖っ。うん、うん。推理するか。よし、わかったぞ。まあ俺はわかってないけどね。だいたい、見当つきましたよ。やっぱり、殺人事件ですよね。どこでわかるのかね。画面内から選択してくれ。めっちゃ発言ありがとう。ここが写真の人物の死亡時にもう一人の存在を暗示しています。まあこのね、ビールでしょうな。これですね。これがなぜ、数、缶ビールが2つ、しかも蓋が開いている。まあこれだけなら酔っ払いが間違って2本開けてしまったとも考えられる。ボスもよくやるのに。そんなことあるの？俺酒飲まねえから分からんけど。うるさい、邪魔するな。しかし2つ並んで置いてあり、どちらも口をつけられた形跡がない。顔見知りの誰かが来ていました。そしてこの男が死んでいるのに、近所の奥さんから通報があるまで放置されている。お見事だね。それでは犯人はどういう人物だと？どういう人物？もうちょっと情報いただけませんか？被害者はどういう人物ですか？そうだよ、なんか全体的に情報足りねえんだよ。有名な金融詐欺師だ。あ、見たことある。いや、気のせいか。こいつ N 国大使。いや違うか。H 国 H 島、カリブ海の高級リゾート地だね。そしてまたタックスヘブンですね。タックスヘブンですね。なんでそんな流刑の感じで喋るんですかね。滞在の目的は当局の追及からの逃亡？およ、マネーウォッシュというところですか。さっき言ったように犯人と被害者は顔見知りですね。しかもかなり気を許しています。どこからそう判断したのかね。画面で示してくれんかね。高級なルアーを見せようとしてたとかってこと、片付けようとしてたからかな。この多分釣りに行ってたんだよ、このおっちゃんは。で、このポーチからルアーを出して片付けようとしたと。で、そんな片付けを見せるっていうのは仲がいい証拠ってことじゃない？これです。ルアーの引き出しを開けています。被害者サムス氏はかなりのルアー釣りマニアと見ました。このルアーなどかなりの一品です。引き出しの中も多分この自慢のコレクションを、例えばセールスマンなんかにそう簡単に見せたりはしないと思います。まあ、セールスマンと一杯やろうぜとはならんだろうしな。ましてや、サムス氏は、名打ちの詐欺師です。いくら保養地でも、たやすく人を信用しないでしょう。これだけ状況証拠が集まれば、犯人の特定はかなり狭まっていると思いますが。そう、僕親しい知り合いで、この日サムス氏の家を訪れたのは3人だけだ。3人もいたんだ。資料ではグリーン氏、ブラウン氏、そして隣の奥さんですね。一日中家族で庭いじりをしていた隣の老夫婦一家が、3人が家に入っていくのを見たと証言している。ただ正午に昼食を30分くらい家の中で取っていたそうだ。正午に昼食を30分。はい。まず朝7時に来た釣り仲間、この人はサムス氏は留守だったと言っている。留守。午後過ぎに来たのは同じく釣り仲間、釣りを誘いに来たが断られたと言っている。断られた。殺人は否定していたがその後失踪している。もうそいつでいいんじゃね。最後が夕方5時に来た近所の若奥さんだ。金融商品の解説をしてもらっていたらしい。約束もしていたそうだ。
あ、そう。この奥さんが死体を発見して警察を呼んだ。警察は5分で到着した。とりあえず死亡推定時刻調べればいいんじゃない？犯人は誰だと思う？最初の男、2番目の男、最後の奥さん、隣の夫婦。死亡推定時刻、いやまあいいか。最初の男がもし犯人だった場合、2番目の男が断られてるっていうのがおかしいんだよ。ってことは最初の男は違うと。で、最後の奥さんは、5分で警察が来た。2番目の男は断られて失踪している。この首の発疹とかが多分決め手になるんだろうけど、ちょっと待てよ。なんだ？いや、2番目の男か？5分。いや、もし仮にこの人が通報したとしよう。通報者が通報して、5分で警察が来ました。で、死亡推定時刻を調べたら死後硬直とかがまだ始まってない。じゃあこいつが犯人じゃんってなるからこっちじゃない？写真は死後何時間経っている？え？そんなのわかるの？赤い発疹が出てるってことは、何かあるってこと？死斑が出てきているってやつ？あれ死斑っていうんかな？なんか聞いたことはあるけど、死斑が出るのってどれぐらい？ 3 時間から4時間ぐらい？ 30 分？わかんない。やべえ、スマホねえ。2番目の男が犯人で死後3から4時間経っています。まあ明らかに午後過ぎのブラウン氏が犯人です。すると、死後、3、4時間ですね。なんで2回言ったんだ？同じこと。まず最初の釣り仲間、グリーン氏が犯人であるはずはありません。もしそうなら、2番目の男、ブラウン氏が死体発見者でなければなりません。そうだね。俺はまた、犯人が昼食の30分の間に来た第4の人間だとしても同じです。最後の奥さんが犯人だとしたら矛盾点があります。これがまた矛盾しますね。このこれ、この点々、これじゃない？こっち、こっちの首の点々。あ、これじゃない？え、こっちの点々。あ、これじゃない？どれ、顔、死後硬直してた。え、何、なんかあった？ポーチか？え？首の点々？違う？こっちの点々？どこでもない？何？ビールの泡が抜けてるとか？ここだ！ポーチされた缶ビール。これは変です。被害者が午後過ぎに飲んで放っておいたとしても、金融商品の説明をしてほしいなんて、絶好のカモが訪問するというのに、片付けをしなかったとは考えられません。相手が妙齢のご婦人であれば、なおさらです。まあ、そうか、そうなのかな。まあ、そう言われればそうな気もするけど、それに、リゾート地の妙齢のご婦人に缶ビールを出すとも思えません。若奥様って言ってなかったっけ？あれ？人妻っつってた？若奥様って言ってたもんな。妙齢のご婦人に缶ビールを出すのは、そうなんかな？別に出すんじゃないか。わからん。まあ、出さんか。わからん。出す人もいるんじゃない？死因、毒物ですね。外傷らしいものはありませんし、市販の色が薄いです。特殊な毒だと思いますよ。あ、前回のあの毒じゃない？なんか言う。体の裏側も少し色づいている。これも市販とすると、死体は一度ひっくり返されたことになる。死亡推定時刻がずれないかね。そんなこと言われても俺そんな専門家じゃないし。
あ、そうですね。いいえ、これは日焼けです。なぜそう言える？わかんない。サムス氏は朝7時に不在で、隣の家族の昼食中の正午に帰宅したと推測されます。その間何をしていたかというと、ルアー釣りをしていたとしか考えられません。ウエストバッグをしていますし、まあそうだね。朝日を背に釣っていたのでしょう。ヤブカに壊れた跡がこの推理を裏付けていると思います。せやろか。なるほど。ではどうやって解く？せやろか、うん、おそらくこれ、このこっちの首筋、ここだ。おそらくここですね。注射器を使ったと思われます。ルアーを取り出そうとかがんだ瞬間に一緒に覗き込むふりをすれば不審に思われなかったでしょう。ヤブカに食われた跡が図らずともカモフラージュになってますね。せやろか。なんか終始ふわふわして終わったんだが。ローズさん、そろそろ僕の質問にも答えていただけませんか？もうそろそろ来るよ。ええ？はい、おじさま。合わせたい人って誰？あれ、ジニーじゃん。え？お、この目つきの悪い猫？口悪っ。はぁ、威嚇すんだ。あたしを威嚇するなんて、地獄で後悔することになるわよ。めちゃめちゃ日本語流暢じゃねえか、こいつ。怖いにゃー。なんだよ。ジニーにそっくりなのに、なんてじゃじゃうま。シャラップ。今推理してるんだから。あ、そう。おじさまの部屋にいる。うんうん。私と合わせたがっていた。そうそう。日本人。ジャパニーズ。安いセンスのない服。すまね、ユニクロさんなんだ。ほっとけ。でもちょっと私の好みかな。あ、そうなの？ほほー。おじちゃんが好き系？昭和ルフェイク猫と一緒。こんやろ。あ、わかったわ。わかった？私のベターハーフの新しい管理人ね。何それ？ベターハーフって、え？ベターハーフ、おじさんってこと？バカ？違うの？何ベターハーフって、おっ、そうじゃないしな。ベターハーフって何？俺知らねえ。俺英語知らねえもん。バカだもん。だよな、夫ではないよな。低カロリー乳、何の話してんの？ベター、ジニーのことか。そう、君の秘書のことだよ。ベターハーフって言うんだ。ジニーのことをベターハーフと呼ぶにゃ。これまた見かけによらず、謙虚なお人柄なのかにゃ。ジニーって誰かと思ったら検索のことかと思ってたよ。こいつは検索だもん。俺このクソ猫のこと一緒にジニーって思ってないの、さっきのな、特に時だけ。ちゃんと管理してくれてる？多分管理。ちょっとおじさま、この人バカ？大丈夫なの？おめえアスカみてえにバカバカ言うな。こちらのお嬢さんは相当ビターな方のようですね。うまいこと言わなくていいんだよ。ね、検索、もうこいつらのことなんかどうでもいいよな。事件ときて終わった。おい、あ、まあまあ、なんかふわふわした事件だったな。でもすんなり解けたから、文句は元からねえけど、なんかまあふわふわして終わった。というわけで今回この辺にしておきましょう。次回また見に来てください。16話が終わったんで、あともう3話、4話で終わるんじゃないかな。そんじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。バイバイ。